ゲームを一人で作るのはマジで地獄。何しなきゃいけないって、企画を立てて、プログラムを組んで、3D とかの素材を用意したりとか、2D とか素材を用意して、UI を用意して、その辺の調整も全部やって、音を入れて、デバッグして、パッケージ化して、アップロードして、大まかに言うだけでもこれだけある。これを RPG なんてもん作ろうと思ったらもう終わり。敵のデータを作って、AI を作ったり、挙動を確認して、プレイヤーのデータベース、シナリオの作成、アイテムのデータベースから、その効果の細部まで全部一人でやるのはアホすぎる。今すぐに過去の自分を起こしたい。